160円横並びです。ね、ちょっと安いなと思っても159円ね。特売日。そう。え、どういうこと？なんでですかね。怖いですね。怖いですね。全国でもすごく高い地域なんですって。はい。今ですね、窓開けたらいい匂いしましたね。はい。なんかヒノキ風呂みたいな匂いね。ねえ。いや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 。これちょっと窓開けていきますかね。はい。じゃあ窓開けます。はい。どうですか皆さん、いい匂いしますか？うん、トンネルになっちゃったな。はい、ちょっと休憩で吉野部駅に来てみました。ここもいいとこですな。ハト鳴いてる。ウイス鳴いてないですね。ここからはカルストが見えるんですね。ここから先の方に、はい、全然見えませんね。いい声ですね、鳥。これさっきのところで買ったさつまチップ食べます。はい、これ洗濯バサミ、やっぱり便利ですね。皆さん旅には一つ洗濯バサミを持って行きましょう。なんか大きいですね、街がね。結構遠くの方まで街っぽくなってます。商店街もあるみたいです。ここ行ってみようと思います、はい、あら、素敵ですね。大きいですね、結構ね。いや、カメラ屋さんがありまして、そこにですね、F1、ニュー F1 のですね、AE がありましたね。欲しいですか？これはいいですね。はい、ということで、ソフトクリーム2つ。抹茶。と、ハーフ。ハーフもいいでしょう。はい。はい、どうぞ。
はい、どうぞ。はい、どうぞ。ベロ待った。うん、大丈夫。なんか触らないでね、これ。いや、あの、たくさんあげようと思って。これでいい。え、どうぞ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 。ごちそうさま。もういいよ。いいですか、僕も食べて。もういいよ。じゃあ、もらいますよ。本当にもらえるんですか？持っててって言われただけなんですけど。いいでしょ？山本式先生が松山城の場所を教えてくれてますよ。あの顔見て正岡式だってすぐ分かる。加藤さん、さすがです。かもしれない。小峠さんかもしれない。ラッパーじゃないんだ。え、小峠ちょここはあれ、あれ、手打ちうどん、なんかいい感じに昔からありますよっていう感じです。して安い。はい、すごい安いんです。天ざらうどん600円、天ぷら釜揚げうどん600円、香川県の隣です。どんな音が出てくるのか楽しみです。美味しくいただきました。はい、上までなんとか来れました。これ以上先には行かれません。ちょっと残念ですけどね。奥に結構背の高いアンテナがあるんですが、緑色なんです。目立たないように。うん、なるほど、かかってますね。かわいいですね。かわいいですね。カラスと友達になりたいな。うん、よく言いますね、カラスのことを。そういうふうにあなたは。そう、あの猫いじめないタイプの子と仲良くなりたい。野生にしちゃ可愛いですね。ねえ、あ、綺麗な顔してるね、君は。すごい綺麗なんですよ。嬉しいです。いいモデル探してくれました。来る？一緒来る？そうだからね。やばいですね、怖いですね。一緒に来るっていう感じが。やばい、チュール持ってない。来る？コンフォートホテルだから
スですね。うん、一緒に行きましょうよ。一緒行きますか。よいしょよいしょ。お別れかな。ね、こう行けないかな。この道とかめっちゃ知ってるね。逆にこの子の方が。元気でね。ね、元気でね。スーパース、そらスーパーサイヤ人だ。元気をオラに分けてくれ。元気ないですか。ちょっと疲れた、曇ってし。ねえ、千春ちゃん可愛かった。ご飯のつもりで来たんですけれども、なんとなく街の雰囲気が素敵で写真を撮り始めています。電車撮れるかな。はい、お弁当を買って帰ってきたんですが、その途中で加藤さんがノリノリになってきています。夜の街の写真を撮影する。エンジンかかっちゃったみたいなんですよね。このままだと多分牛丼のつゆだくが全部汁吸っちゃうと思います。あー、ごめん、つゆだくじゃなくなっちゃう。ご飯が増えちゃう。はい、加藤さんがすごいことに助けてください。テイク11 3 2。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。加藤さんどうしたんですか。もうね、テイク11なんですよこれ。もうやらちゃまとまらない。あの、明日も元気に楽しくやっていきます。いつも動画がグダグダになっちゃってすいません。でもぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。はい、以上です。おやすみなさい。いい日でした。おやすみなさい。